日本の政治、日本の政治、日本の政治、日本の政治は日本国憲法に定められた体制に基づいて行われる。そのため日本は立憲主義に基づく国家であると言える。また日本の行政、司法は憲法と国会が定める法律以下、明文化された法令等に基づいて行われる。そのため日本は法治国家であると言える。 日本国憲法は主権が国民に損する国民主権を定める。また、政治上の権力を立法権、行政権、司法権の三権に分け、それぞれを国会、内閣、裁判所に配する権力分立の体制を定める。国会を国権の最高機関とする議会制民主政治が行われ、国会と内閣の共同による議員内閣制が取られる。さらに、 日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴として、世襲君主である天皇を置く。天皇は国政に関する権能を有しないと憲法で定めており、内閣の助言と承認により、国事行為を行う。日本国憲法はまた、地方自治を定める。日本の地方自治は、全国を47の地域にくまなく分けた、都道府県と、 都道府県の中をいくつかの地域に組まなく分けた市町村の2段階の地方公共団体によって担われる。すべての都道府県と市町村には、各々議事機関である地方議会と執行機関である市長、都道府県知事、市町村長が置かれる。地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる。日本国憲法の三大原理としてよく挙げられるのは、 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つである。日本の政治は、この三つの原理と、その根本にある個人の尊重、個人の尊厳を基調として割れる。大義制を取る、民主主義の国である。日本の原種は天皇である。ただし、この政府見解への異論がある。詳細は、日本の原種を参照。象徴天皇制とは、 日本国憲法で規定された天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする制度である。日本国憲法第一条は天皇を日本国と日本国民統合の象徴と規定する。その地位は主権者、主権在民たる日本国民の総意に基づくものとされ、全文第一条国会の議決する皇室典範に基づき、 接種によって受け継がれる、第2条。天皇の職務は、国事公為を行うことに限定され、第7条。内閣の助言と承認を必要とする、第3条。国政に関する権能を全く許さない、第4条。憲法上は国会を、国権の最高機関と定め、国の唯一の立法機関とすることから、付与される、政治上の権力は、国会が最も大きい。 日本国憲法第41条。もっとも憲法は内閣総理大臣に内閣を代表して、議案、内閣提出法案を提出する権限を付与しており、日本国憲法第72条、国会で成立する法案の大半は内閣提出法案となっている。そのため、実質的には内閣の権限が国会に優越するほど大きく、内閣の下に置かれる。 行政機関の影響力も非常に大きい、いわゆる行政国家現象の顕在化。さらに、行政機関の内部では、資格任用制により採用される幹部職員、いわゆる官僚、キャリア公務員が政治任用される幹部職、大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役をしのぐ影響力を持っているため、官僚国家であるとも言われる。また、憲法は、 裁判所に意見立法審査権を付与している日本国憲法第81条。裁判所は法律をはじめとする国の法令や行政行為について、それが憲法に適合しているか否か宣言することが出る。この権限は国家の行為の適否について終局的に判断する権限であることから最も強い権限のはずである。このような体制を指して司法国家と言われる。 しかし、裁判所は、いわゆる司法消極主義に立つとされ、国会や内閣、いわゆる政治部門の判断に対し、意義を差し挟むことには、権威力的である。特に、高度の政治性を有する国家行為に対する、貢献性の審査は裁判所の権限外とする、統治行為論を採用した場合、裁判所はただ時の政権に追従するのみになって、しまうとの批判がある。なお、司法に、 主権者たる国民の意見を反映させる機会としては、最高裁判所裁判官に対する国民審査制度や刑事裁判における裁判員制度などがある。日本国憲法は国会を国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関と定める。国会は衆議院と参議院からなる二輪制。いずれも国民から直接選挙され、全国民を代表する。 国会議員で構成される。衆議院議員と参議院議員を兼ねることはできない。衆議院議員の任期は4年だが、衆議院が解散された場合には任期前に資格を失う。衆議院解散は内閣が決定し、天皇が行う。衆議院解散の実質的決定権については論争があるが、今日内閣は天皇の告示行為に助言と承認を行う立場。 日本国憲法第7条にあることから、実務上、天皇の国事行為に責任を負う内閣が実質的決定権を有するとされる。内閣不信任決議が可決されて10日間に内閣総辞職をしない場合は、衆議院解散をしなければならないが、日本国憲法第69条、それ以外でも内閣は憲法7条に基づいて、その裁量により、 衆議院を解散切ると解されている。なお、衆議院解散の実質的決定権という点については学説に争いがあるものの、少なくとも衆議院解散の形式的戦事権は憲法上天皇にあり、日本国憲法第7条3号、今日、解散証書の文言については、日本国憲法第69条により内閣、不信任決議が可決あるいは内閣信任決議が、 否決された場合か否かを問わず、日本国憲法第7条により、衆議院を解散する、との表現が確立している。これは、衆議院解散は証書をもって行われるが、証書の直接の根拠は、日本国憲法第7条にあり、また、この文言は解散の理由を問わないため、一般的には、いかなる場合の衆議院解散についても適用し得る、ものと解されているためである。 詳細については、衆議院解散を参照。衆議院議員の選挙を総選挙という。参議院議員の任期は六年で、三年ごとに半数が改選される。参議院議員の選挙を通常選挙という。衆議院の総選挙は、小選挙区制と比例代表制、高速名簿式からなる小選挙区比例代表並立制が採用され、参議院の通常選挙は、 選挙区制、大選挙区制、中選挙区制と比例代表制、非拘束名簿式併用されている。定数は、衆議院が465、小選挙区選出議員289、比例代表選出議員176、参議院が242、選挙区選出議員146、比例代表選出議員96。国会は、 毎年1回の招集が義務付けられており、これを上会、通常国会という。また、内閣が自ら、あるいは一定数の国会議員の要求により、内閣が臨時に国会の招集を決定することもでき、これを臨時会、臨時国会という。1992年、平成4年以降は、例年1月に上会が招集され、9月頃に臨時会が招集される。 衆議院議員総選挙後には、特別会、特別国会が招集され、内閣総理大臣を指名する。国会は、会期制が取られており、会期不継続の原則と、一時不採議の原則が定められている。会期不継続の原則とは、会期独立の原則とも言われ、継続審議の議決がなされない限り、会期中に議決に至らなかった議案は、廃案。 消滅となる原則である。一時不採議の原則とは、一度議決された議案は、同一会期中に再度提出できないという原則である。上会の会期は150日間で、延長は1回のみ可能。臨時会と特別会の会期は、その都度両院一致の議決で定め、延長は2回まで可能。会期の決定及び延長については、衆議院の優越が認められ、 衆参の議決が不一致の場合及び参議院が議決をしない場合は衆議院の議決による。法律案、法案は各々の国会議員及び内閣により提出される。国会議員から提出された法案を議員立法あるいは衆法、衆議院議員が提出した法案、参法、参議院議員が提出した法案問い、内閣から提出された。 法案を内閣提出法案、政府提出法案あるいは閣法という。現在、1回期における提出法案のうち、概ね30%が議員立法で70、70%が内閣提出法案となっている。成立率、提出された法案のうち成立したものの割合は、議員立法が20%程度で、内閣提出法案は80%以上。がって、 成立する法律のほとんどは内閣が提出したものである。これは国会から内閣総理大臣を選出し、その内閣総理大臣が内閣を組む議員内閣制をとっていることの帰決である。内閣総理大臣を排出する与党と内閣は共同して内閣提出法案の成立に努める。内閣提出法案の成立過程、議員立法の成立過程、 国会に提出された法律案の過程。日本国憲法には政党に関する規定はない。政治資金規制法は、政治団体のうち国会議員を5人以上有するもの、または直近の総選挙、または直近の通常選挙もしくは直近の通常選挙の前の通常を挙における得票総数が有効投票総数の100分の2以上あるものを、 政党と定義している。この政党には、届けで収支報告義務を定め、政治資金の透明化を行うとともに、政党のうち国会議員を有する者に、政党交付金による助成を行っている。戦後10年間は、小党が分立する状態が続いたが、1955年、昭和30年に日本社会党の右派と左派が統一し、 日本民主党と自由党が合同、保守合同して自由民主党が成立したことにより55年体制が確立した。55年体制では自由民主党が常に与党となり、国会では自由民主党の総裁が内閣総理大臣に指名された。自由民主党の一部議員が離党して作った新自由クラブとの連立政権が生まれた時期、1983年。 昭和58年から1986年、昭和61年までを除き、長らく自由民主党の単独内閣が続いた。1993年、平成5年に自由民主党が分裂し、宮沢内閣の不信任決議案が衆議院で可決され、宮沢内閣は衆議院解散を選択した。自由民主党の一部議員は離党して、新党先がけ、 新政党を結成し、この後行われた総選挙で自由民主党は公示前の勢力をほぼ維持したものの過半数をあり込んだ。この選挙後に招集された特別国会で日本新党の細川森弘が内閣総理大臣に指名され、日本社会党、新政党、公明党、日本新党、民社党、新党先駆け、社会民主連合、 民主改革連合の連立により、細川内閣が組まれ、55年体制は崩壊した。この連立は次の羽田内閣でも維持されたものの、首相指名直後に日本社会党が連立離脱を表明したため、少数与党内閣となった。1994年、平成6年6月に羽田内閣は、在任わずか64日で内閣総辞職を行い、 国会は日本社会党の村山富一を内閣総理大臣に指名し、自由民主党、日本社会党、新党先駆けの連立内閣、自社差連立政権が組まれた。この連立は次の第一次橋本内閣でも維持された、閣外協力は第二次橋本内閣の1998年、平成10年6月まで。1999年、平成11年1月。 小渕内閣は自由民主党と自由党の連立内閣、小渕第一次改造内閣となり、同年10月には公明党も加わった、小渕第二次改造内閣、自治公連立内閣。翌2000年、平成12年に自由党は分裂して、離党した一部議員が保守党、後に保守新党を結成し、連立に残留した第一次森内閣、自公補政権。この連立は、 次の小泉内閣でも維持されたが、2003年、平成15年11月の第43回衆議院議員総選挙後に、保守新党が自民党に吸収され、自民党、公明党の連立、自己連立政権となり、2009年、平成21年8月の第45回衆議院議員総選挙において、自民党、公明党が大敗し、野党になるまで続いた。 2012年、平成24年12月16日に執行された第46回衆議院議員総選挙において、与党の民主党、国民新党が大敗し、同年12月26日に自由民主党、公明党による連立政権が発足した。現在、内閣総理大臣は自由民主党総裁の安倍、晋三が務めている。国会に議席を持つ主要政党、 日本の政党一覧も参照のこと。行政権は内閣に属する。国会議員の中から国会の議決によって内閣総理大臣が指名される。内閣総理大臣は天皇に任命される。内閣総理大臣は国務大臣を任命し、内閣総理大臣と国務大臣の合議体である内閣を構成する。内閣総理大臣は 国務大臣を任意に罷免することができる。内閣総理大臣は国会議員の中から指名されるが、国務大臣は過半数が国会議員であればよい。以下の場合には内閣は総辞職する。司法権は最高裁判所及び法律により設置される下級裁判所に属する。終身裁判所である最高裁判所は長たる裁判官。 最高裁判所長官とその他の最高裁判所裁判官から構成される。最高裁判所長官は内閣が指名し、天皇が任命する。その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命する。最高裁判所長官とその他の最高裁判所裁判官は任命後、国民審査を受ける。その後10年を経過するごとに、さらに国民審査を受ける。 最高裁判所の裁判官は法律で定めた年齢70歳に達すると体感する。下級裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿により内閣が任命する。下級裁判所の裁判官は任期を10年とし再任されることができる。 下級裁判所の裁判官の定年は65歳、簡易裁判所裁判官は70歳である。都道府県及び市町村の議会の議員、都道府県知事及び市町村長は、すべて住民に選挙され、任期はいずれも4年間である。トランスペアレンシーインターナショナル、ドイツの NGO によれば、2015年における、当国の腐敗認識指数は18位である。日本は、 国際連合の加盟国で安全保障理事会の常任理事国入りを目指している G4 諸国の一つであるほかに東アジアにおいて重要な役割を果たしている。日本国憲法は日本が武力を持って他国との間で戦闘を交えることを禁じている。一方で日本には陸海空からなる自衛隊が組織されており2003年から2009年にかけて 自衛隊がイラクへ派遣された。これは第二次世界大戦以降では日本が初めて海外に武装組織を派遣した瞬間だった。経済大国としては日本は主要国首脳会議 G8 及びアジア太平洋経済協力 APEC の参加国であるほか ASEAN との間では ASEAN プラス3として関係を発展させている上に東アジアサミットにも参加している。 国際援助及び開発支援の場でも日本は大きな貢献者であり、2004年には同年の国民総所得の0.19%を援助金に充てた。領土に関しては北方領土をめぐってロシアと対立している他に、韓国から日本固有の領土である竹島を独当と称して自国の領土であると主張されたり、日本海の故障を東海に変更するよう求める。 活動を実施されたりしている。また、中国及び台湾との間には尖閣諸島に関する問題、さらに中国との間では沖ノ鳥島の位置づけをめぐる議論がある。これらの領土問題は、ある面では、それらの島の周囲の海域に埋蔵されていると推定される石油や天然ガスといった天然資源及び海洋生物資源を 自国の支配下に置くための紛争であると見る子もできる。北朝鮮との間では、同国による日本人の拉致と核兵器開発疑惑に関連する問題が現在進行中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。